はいどうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回はですね、まあ、前回ストーカー会の話をしましたので、はいはい。コメントにですね、もうストーカーの話がたくさん来てまして、ストーカーにまつわる話を募集したんですよね。うん、やられたはいいんですけど、うん、被害者ね、うん。僕ストーカーなんですけど、みたいな、とか。うんうん、加害者側からも、来てるんだ。ところで僕はストーカーですみたいなのを着てて、ちょっと面白いものがね、うんまあ、面白がっていうのかわかんないけれども結構あったので、はい、ご紹介させていただきます。はい。一人目ですね。はい。M 岡本さんです。ありがとうございます。はい、松野正也さんです。はい。ありがとうございます。どこの人かな？いつも楽しく拝見しています。心霊体験などはありませんが、唯一ストーカーされたことが一度だけあったので、うん、話させていただきます、うんうん。僕が小学3年から4年の頃だったと思います。うん小さいんですよね、うん、友人と二人で朝7時頃に合流して遊んでいました。団地だったのですが塔と塔の間にブランコと鉄棒しかない小さな公園がありました、うん、その公園を横切ろうと歩いていると公園の中にあるブランコにホラー映画に出てくるような長い黒髪の痩せこけた女性がじっとこちらを見て座っており、うん、僕と友人はその女性と一瞬目が合ってしまいました、うん二人とも恐怖し、振り返らないように早歩きでその場を去りました、うん。そういう体験をした後だったので、興奮した僕と友人は学校で早速その出来事を話しました。はいはいはい。その翌日ぐらいだったと思います。今度は学校の真横くらいの狭い路地を友人と3、4人で歩いていた時でした。うん、前から先日見た長い黒髪の背こけた女性が歩いてくるのです。おその友人の中に先日一緒にいた友人もいたので、うん、この間の人だ。目を見合わせ、うん、気づかれないようにドキドキしながらそっとすれ違いました、うんうん、ドキドキするんだよね、うん、歩いた先の角を曲がり友人らと、うん、今通り過ぎたの昨日話したホラーみたいな人だよと興奮気味に話していたら次の瞬間、うん、通り過ぎたはずのその女の人が角を曲がり引き返してきたのです、うんうんうん、そこでその場にいた全員がその女性と目が合って、うん、走ってその場から逃走しました少し忘れた頃に後ろを振り返ると少し離れたところにあの女性が立っているのです。すごいね。そこから危害を加えるでもなく、ただ気づけば同じルートをついて来られるといったことが連日続きました。あ、続いてんの？数週間経つと気づけばもうその女性を見ることは二度とはありませんでした。うん、結局、あの女性が何者だったのかわからないままこの出来事は自然消滅しました。うん、あれから10年と少し経ちますが、あの痩せこけた顔は未だに鮮明に覚えています。という、うん。なるほどね。幼少期のトラウマみたいになってるね。そうですね。うん、何が目的かわからないんですよ。なんかだから、うん、あれだろうね。その目合った瞬間、うん、なんか感じるものがあってんじゃない？子供といえど。とか、もしかしたらだけれども、うん、その亡くなった息子にそっくりとかさ。うん、ああ、そっちか。痩せこけたっていうのが、要は子供かなんか亡くしてしまって、もうどん底で、うん、そう、ね、ご飯も食べられんくなって痩せていって、うん、たまたま公園で座ってたら、ふと歩いてきた二人のうちの一人がすごいそっくりやったらさ、うんうん、ついていくよね。うん、まあまあまあ。見守っちゃうよね。うん、僕だったらついていくんですよ、うん。もしかしたら、いや、あれ、私の息子なんじゃないかな、うんうん、本当にとかっていうふうに、思っちゃいかねない、俺だったら。なるほどね。うん。そしたらもうついていくよね。あと、あれよね。生きてる人かどうか分かんないなって思ったわ、ちょっと。わかる。それもね、うん。なんかそっちに捉えそうじゃないと思って。まあね。シチュエーション的に。うん、まあでも怖いですよ、うん。あれ怖いですよね。曲がったと思ったら角でひっくり返してまた戻ってくるっていうの。うん、そうそうそう。それは完全に追われてるってことだから ね。そう。完全にホラーだからな。でも学校も、もう多分そのあたりそこしかなくって、ここ通るってことはこの学校やろな、みたいな。ねだから目的がね、ないところとかそうなるよね。で、何時頃帰るって分かってて、あの公園で遊ぶってことは、ここが順路やから帰るまでにね。うんうん、そしたら、もうそこら辺うろうろしてりゃ会えるだろうっていうので多分会えたんでしょうね。そうね。ずっと待ってたんだろうね。俺はそう思うけど、ね、と思うと、その女性がずっと朝から晩までそこら辺張ってたんかなって思うと、込みで怖いなと思って今回選ばせていただきました。そうね。ちょっと怖いというかね。うん、怖いっすよね、うん。では、続いていきます。RT さんです。ありがとうございます。はい、さん、岸本さん、こんばんは。いつも楽しく配置をさせていただいております。ストーカーの話ですが、うん、期間は中学2年から高校2年まで約4年間です。うん。また長いな。若いのよ、うんうんうん、高校で一回切れるけどね、卒業したらね、普通。うん。高校までも。中学から高校ってかなり変わるからね、環境が。そうなんですよ。変わらないのよね。すごいですよ。
違いは、うん、実家に夜22時になると電話がかかってくるということでした。うわ、嫌なパターンだな。コールは 4、5回、うん、電話に出たこともあるんですが、ずっと無言で気持ち悪くて電話に出なくなりました、うん、ただ4年間欠かさず電話があったので、うん、私含め家族全員が慣れてしまい、電話が鳴るとああもう22時かという感覚になりすごいよねこれもね、アラームじゃん、ね、うん、電話以外実害もなかったからそんな風に思っていました。はいはいはい。ただある日昼間過ぎに電話があり、出たら男の人から2000年10月丸日丸時頃赤色のワンピースを着て点点点と延々と語り出したのです。うん、どうやら4年間私の観察日記を読み上げているようで、その時にストーカーを受けていることを知りました、うんうん、電話の板電だけかなと思ったら、うん、普段歩いているところとかも全部ついてきてたという、 そういうことね、はいはい、その時の日記をつらつらと読み始めるという、過去のことがもう全部明確に分かってるんだ、 その人は あれもあれもあれもこいつやったんかという、うんうん、答え合わせができたんですね、そこで、うん、はい。他にも、私の自転車のサドルを自分のと交換したとか、キモ、ね、うん、自分の分身人形をポストに入れたとか、言い出しました、うん。やばいね、そいつ。思い当たることがあったし、どうしていいかわからないので、これまだ続けますかと聞いたら、ストーカーは、もう君は大人になったから、しません、うん。と言われ電話が切られました。うん、それからはアラーム代わりの電話もピタッとなくなりました。へえ。勝手にストーカーされて振られた話でした、うん、というどういう意味なんだろうな最後。俺が、うん、捉えた捉え方だと、うん、あのもうあなたは大人だから、うん、もういいってことだと思ったの、うん、その ロリで、うん、もう大人になっちゃうと、はい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 、もうあなたはつける価値ないですよっていう感じの言い方なのかなと思ったわ、うんうん。僕はちょっと一個それにプラスあって、うん、大人っていうのって、で高校2年で辞めるって意味わかんないんですよ。だったら高校3年まで行くやろと思ったんですね、うん、今一応そこまでがね、うん、大人ラインかなって思う、ね、だと思うんですよ、うん、だけど高校2年の時にある日急に来たっていうことは、俺彼ができてお泊まりでもしたんじゃないかなと思って、ね、俺それで大人になったって言ってんのかなって思っちゃったんですよね。まあその可能性は全然あるね、うん、普段からまあ張りまくってるから、うん、彼氏ができたなりなんなりで、はいはいはい、ちょっと大人になってしまったから、ちょっと僕もういいですわってなったのかなと思っちゃいました、うん、ね、うん、多分そうだよ、ね、中学校からだもんね、うん、始まってんのが。だからそうなんですよ、うん、いくつぐらいの子さんなのかね、結構上じゃない、上っぽいよね、でも、うん、この話聞くとね、うん、っていうお話でした。はい、次最後でございます、うん、いきます。ジュリーナ小塚さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。これね、うん、むちゃくちゃ気持ち悪いです。うん。広いんで、うん、話がね、本当に、うんうんうん。ちょっと気分返すかもしれないですけども、ちょっと読みませていただきますね、はい。ストーカーではなく、アプローチされたになるんですけれども、うん、私は団地に住んでいたのですが、私が中学生の時に毎日のように、うん、団地の下で友達とおしゃべりをしていました。うん、ある日、一人のおじさんが近寄ってきて、うん、私たちに、僕は病気で体の半分が麻痺しとるけ、抜けれんけ、いつも介護のおばさんが抜いてくれるんじゃけど、おばさんも嫌じゃけ、君たちが抜いてくれんかな、5000円で、と言われました、うん、確かにそのおじさんは歩き方がいつもびっこ引いていて、うん、確かに半分麻痺していると思います、うん、私は無視し、友達がおっさん何よん、キモいんじゃけどと反撃していて、そしたら何も言わないで私に向かって君にやってもらいたいんじゃけど、と言われゾッとしましたと。気持ち悪いな。友達何人かいたけれども、選ばれちゃった。選ばれてるんですね、ターゲットがね、うんうんうん。その日は気の強い友達がもっと反撃をし、退散しました、うん。その話を家に帰って家族に話し、キモーくらいの笑い話で終わっていたのですが、次の日の朝、起きたら母がすごい顔をして、うん、今日は一歩も家出んといて、と言われましたと。うん、と思いながら理由を聞くと、うん、そのおじさんが朝早くから家にピンポンをしてきたらしく、うん、母はこんな時間に来る人なんておかしいと思ったらしく、ドアの覗き穴を見ると、うん、おじさんが立っていたと、うん、母は昨日の私の話でしたと思い、かっこ半分麻痺しているので特徴はあり、うん、家から出るなと言って仕事に出かけていきました、うん、まず団地なので部屋数はたくさんあるし、私の家は4階なのでそこまで半分麻痺した体でピッコ引きながら登ってきたのにもびっくりです、うん、その日は家にいようと決めました、うん、親が仕事に出かけ家に一人の時、うん、10時頃にまたピンポーンとなり、はい、ビクッとなりましたが、私の家は通販大好き家族なので毎日のように宅配便が来るので宅配かなと思い覗き穴を見るとそのおじさんが立っていました。うわ、うん、
怖いけど気になるので音を潜め、覗き穴をずっと見ていると、うん、何回も何回もピンポン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 と押してくると。すごいな。で、押した後に帰っていきました、うん、次に12時頃にまたピンポンが鳴り、覗き穴で覗くとまたそのおじさんが、うん、また繰り返しピンポンピンポンピンポンと押して帰っていきました、うん、その後も2時4時と2時間おきにピンポンを鳴らしてきて、怖くて怖くて、それすごいね。その後6時頃にまたピンポンが鳴り、その時は母の彼氏が出てくれました、うん、すると丸々ちゃんいますかと私の名前を言ってきました、うんうん、どうやって私の名前をと思い、私は隠れて聞いていたのですが、うん、母の彼氏がいませんが何かご用ですかと言うと、うん、遊ぶ約束をしていて、でも会えなかったので、うん、手紙を書いてきましたと言い、母彼氏はならその手紙を渡しておきますよと言うと、いや、いえ、大丈夫ですと言い帰っていき、男性効果なのか、それ以来それ以降来なくなりました、うん、たくさんある団地の中でどうやって私の部屋を見つけたのか、名前を知ったのもどうやったのかは謎ですが、ゾッとしました、うん、という話でございます、うん、はいはい、かなりゾッとしますでしょうね、その状況は。いや、かなり気味悪いですよね。2時間おきやばいな。そのそうですね、体に障害を持っていて、うん、いつもは家に来てくれてるおばさんに抜いてもらっとんじゃけど、おばさんやったらもう飽きてしもたから、ちょっと君抜いてくれんかなっていうその発想、うんうん、誰もが抜いてくれると思っているその発想まあね、そのね、怖いです。その自分に権利があるって思ってるのが嫌だよね。その俺が選べるっていう感覚。ほんで、4階まで足悪いのに、それを引いてくるっていう、うん、もうその、どうしても抜いてほしいという欲。はいはいはい。すごいですよ。それさえも本当かなって思っちゃうけどね。うん、まあね。その、引いてること自体が、その、同情を引くためとか。はいはいはい。ほんまあんま悪くないみたいなこと。そう、だからカイザー総勢だよ。ああ、そういうことか。最後、曲がり角でこうやって、そうそう、みたいな。車乗って。うん、いやでもそんな感じがして、ちょっと怖いのよね。それぐらいぶっ飛んでる気がする。うん、僕は、本当に悪くあってほしいですね。あ、それは、うん、悪くあってて、でも関係なく、うん、きついけれども登ってくるみたいな。ほんで、そこの情熱の方が、そう、怖いって、ね。怖いですよね。で、手紙書いてきて、うん、手紙読みたかったよね、怖いけど。そうそう、思った、うん。気になった、そこ。いいです、って言って、うん。友達なんですけど、遊ぶ約束をしてましてって言って、その女の子とさ、おじさんが遊ぶ約束するわけがないじゃん。そうね。いや、そこも怖いし。普通さ、俺出た時点で逃げるかなと思ったんだよ。うん、いや、そうよ。男が出てきたら。ね、そこでちょっと問答するっていうさ。そこでひるまないのが怖い。どうにかなると思ってたんや。うん、だから自分にあんま火がないって思ってんだろうなって思ったね、うん、そこで。いや、ちょっとね、うん、恐ろしい話があって。はい。ちょっと時間があった話と思ったんですけど、ちょっと短く話すんですけど、うん、奥さんのお友達にすんごいもう美人な子がいるんですよ。うん、その子がね、まあスーパー勤めていて、僕と同じスーパーで出会ったところで、うん、男の子がいたんですよ。また男前の男の子ですよ、うん、でそこがくっついたんですよ、うん、で結構男の子の方は女の人っぽかったんですよ。ちょっとなんていうんですかね、ネチネチしてる感じ。あ、そういう見た目じゃなくて、うん、性格が、ね、うん、性格がネチネチしてて、うん、なよなよしてる感じだったんですよ、うん、で別れたんですけど、結局別れる時に結構もん、まあ、一悶着あって、はいはい、もうほんまにヒステリックやから、うん、なんでもない普通にちょっとじゃあ時間だから帰るねって言ったら、浮気と勘違いされたのか、出られないように家から服ずたずたに引き裂いてくるっていう、うん、ハサミで着てる服を、そう、ほう、出られないじゃん、うん、そしたらもっと一緒にやれるねみたいな、なかなかだね、それ水引っ掛けてくるとか、その後どうやって帰らせるつもりなんだ、飯食ってる時に水引っ掛けてくるとかさ、ですって、うん、でむちゃくちゃだから、うん、結局どうして別れたかっていうと、うん、お母さんかお父さんとかが相談したらね、うん、もう死んだふりした方がいいって言ってそれもすごいね、大学も休学して、うんうん、大学のついてくるからね、うん、だからもう休学して死んだふりしろ っ, つって、もういないことにしよ う, そうな、どんな連絡来ても全部無視しろみたいな、うん、家から出るなって言ってたら、うん、まあ、徐々に亡くなっていって、うん、今はまあ全くなくなったっていう話があってじゃあその人死んだと思ってんのかね、じゃないかな、でもなかなかないよね、もっと痛いから服引き裂いてくるっていうのが、うん、ちょっと怖くって、その前後のこと何も考えてない感じが怖いなって思うね、わ、うん、かる、自分のこと棚にあげてこんだけ話せるのよ、とかの話まあねまあまあまあ。俺もそれなりにちょっとタイプが違うから。ちょっとタイプ違うけれど、うん、僕はでもちゃんと、
あの罰受けましたから。うん、あ、そうですか。はい。奥さんのお父さんに胸ぐらつかまれて、てめえがストーカーかこの野郎って言われて、ひ、うん、ーってなったので、うん、そうじゃん。でも怖かったですよ、本当に。そうそう。恐ろしいんですよ。うん、こんな目にあってるから、僕はもうみそぎをね、済ましているんで。あ、済ませてるんだね。ストーカーほんまダメですからね。気をつけてください、うん、ほんまにね。そうそう。うん。くれぐれもね、これのネタにしようなんて思って、やっちゃダメですからね。本当ですよ、うん。ほんまに。たまたま僕がつけただけですから。はい。はい。まあ、以上です。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。